俺の俯瞰は AWM。 はい、どうもスコールです。今回はですね、最近流行っているアカウントノットリーについてですね、ちょっと僕からのですね、意見というか提案というか、そちらの方をしていこうと思います。結構最近よく言われるのが、ツイッターの DM とかツイッターのですね、リプとかでよく言われるんですけれども、スコールさん、ちょっと僕のアカウントが取られてしまいましたと、助けてくださいというですね、連絡が来たりすることがあるんですよね。それまず俺に言ったところで、俺公認、荒野ルーキーですけれども、荒野ルーキーだからといって別に運営と直で繋がっているわけじゃないんですよね。僕が繋がってるのって運営じゃなくて、運営ではあるんですけれども、その運営の中でも、その広告だったりとか集客を担当するところで、別に僕ですね、荒野のゲームの運営者と直接繋がっているわけではないんですよ。ここちょっと勘違いされてる方多いんですけど、公認実況者の方は大抵ですね、そんな感じだと思います。中にはですね、ゲームの運営と関わりがある方っていうのも、いらっしゃったりもするんですけれども、別にその融通の利く関わりがあるわけではないんです。この辺ちょっとですね、勘違いしないようにですね、お願いしたいんですよね。で、それについての話なんですけど、基本的にですね、荒野行動もそうですし、ゲームでそういう意味に遭われた方って、どうしてもその、死刑にあげようとするんですよ。自分で、なんとかしてやろうというか、晒し上げてから、そいつが生きれなくしようみたいな感じで思われてると思うんですけども、基本的にそのアカウントを売る人たちにそんなことしてもですね、アカウントを売る人たちを晒し上げても、何の得もないんですよ。なんでかっていうと、もともとその名声が大事なのであれば、人のアカウントを取って売ったりとかしないんですよね。そういう人たちはもう完全に、お金だけのために、ちょっと危険なことをして、例えばアカウントをパクったりして、稼いだりされているだけなんで、そういった方に対してですね、最も有効的な対処法を使わないといけないんですよ。じゃないと、やっても意味ないですからね、全然。まるで意味ないですから、本当に。マジでやっても意味ないんで、そういった時、乗っ取られた時の対処法ですね、一番いい対処法っていうのが、今からちょっと出しますね。こちら設定の左下にあるお問い合わせですね。こちらにですね、よくあるご質問の、アカウント復旧っていう欄があると思うんですよ。ここの復旧のお申し込み、ここら辺から、自分のアカウントが取られてしまいましたというふうにお問い合わせされることで、その対処の方をされてくれますんで、荒野行動の運営は。意外とその親切丁寧に荒野行動運営って、ユーザー人に一人に対しての対処っていうのをされてますんで、僕に言ったりとか自分で晒し上げるよりは、そうやってね、運営者にお問い合わせしてアカウントを取り返してもらうというのが一番大事になります。ここで取り返してもらうことで、まずその業者はそのアカウントを売れなくなりますし、下手したらその業者さんがアクセスブロックを食らったりとか、何らかのその刑事的に裁かれてしまわれますんで、そっちの方がですね、よっぽどですね、業者からしたらもう損ですもんね。晒し上げられたところで意味はないんですけど、そうやって現実にちょっと被害のコームでですね、ことをされるのが一番業者さんとしたらやっぱり嫌う部分ではありますので、そうやって対処されるように、お問い合わせして対処するように皆さんよろしくお願いします。晒してもね、知り合いに行っても何も解決しないけん、だって名声がね、例えば自分の名前に傷がつくのが嫌だったら最初から人のアカウントパクらんけん、マジで。そこら辺はちょっと皆さんもですね、認識されて、見てください。こんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またですね、ツイッターやっております。フォロワーしてくれと言われたらフォロワーしますので、よろしくです。TikTok の方も始めましたんで、皆さんよろしくお願いします。それでは。